急に攻撃してこなくなった。ちょっと待って、こっちか。お前か。顔がはっきり映りすぎ。あ、間違えた。今の顔気持ち悪い。今の顔気持ち悪い。今の様で。ちょ、待って。ちょ、初めて死ぬかも。ちょ待って。2対1死去じゃない？なん、あ、おざす、おざす、ざす、ざす、ざす。あ、間違えた。あ、せっかくのシャッターチャンスが。にゃーん。違うやん、それは上から来てる。それは違うでしょ。これさ、今バシャバシャ撮ってるやんか。この写真をな、後から見返すことができる、この写真で、ちゃんと残る。こうやって。ああ。日付まで残るよね。ほんとだ。まあ、そういうこっちゃ。どういうこっちゃ。今、ちょっと待って、回復しとこうかな。まだ大丈夫か。あ、でも全然減ってないね。うん。食らってた割に。調べる。あ、よいしょ。流れ落ちる滝の前に古い中連ポートが。縄じゃない。中連縄が渡されて、水中には滝に向かって階段が続いているようだ。禊ぎを行う場所だったのかもしれない。あー、そうだな。で、どっちに行ってるの？そっちに行くの？そっちに行っちゃえばいいの？な、行きますよ。調べ。岩の先から滝の下全体が見下ろす。下の方には地滑りで崩れた山道のこの地へ。じゃあ、もうええてー。おお、お前こいつなかなか難しいな。上じゃない？あ、違う。来るよ。よいしょー。おお、いい写真。こいつあれやな、ロックオンできへんわ。あ、そうなんだ。うん。よいしょ。あ、触れないの？あ、え、まだ死んでへんやろ。あ、死ん、あ、まだ生きてる。うん、まだ死んでへん、まだ死んでへん。お前なんかちょっと催眠にちゃうやんけ。あ、死んだ。よし。触れさせて。まだいる。え、あ、まだ。え、ちょ、今触れるって寝てたのに。一瞬だったね。なあ。くそー、なんかに追われて落ちたんやろうな。まあまあ、そうだね、なんかそんな感じだったね。こっちやな。はいはい、レッツゴー。こっちね、はいはい。戦闘が多いよね。淵の森へ、レッツゴー。全然どこ走ってるか分からない。こっちだっての。ああ、そのまっすぐ行ったとこ、多分あの神社じゃない？はいはい、はるかちゃん。うん。これで、ミコを見たのか？え、なにこれ？流れていくミコ。あ、これお化けだよな。うん。なんか、流木でも流れてるのかな。なんか音がさ、不気味よね、これ。
まあね、古い道案内の看板が立てられているが、苔むしていて何が書かれているかわからない。こっちに行けと。はいはい、オッケーオッケー、くぐる、よいしょ。触れる。ちょ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 。何これ何これ。ん？何今の？ピーナッツ？そんな大きさじゃなかったでこれが首吊りの木かな。多分首吊りの木です。ユーチューバーやな。あらあら、絶対おるやん。うん、おお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 おじいちゃん、おじいちゃん、ファイヤー。めっちゃ暗っ。ちょっと待って、めっちゃ減った。めっちゃ暗っ。全回復だこの野郎。強そうだね。ちょ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 、めっちゃ暗っ。ちょ待って、ちょ待って、こいつ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 強いな。急に大人しなんなよお前。大丈夫、そんな近づいて。いや、ちょっと待って、これはちょっと死亡案件。タイミングが多分もうちょっと早い方がいいんじゃないかな。うん、多分。逃げろ。ちょっと待って、なんか違う、なんか違うパターンの攻撃してきたぞ。え、何に反応してるこれ。見えへんくなった、もしかして。え、なんで急に見えへんくなった。あ、いたいた、そういうことな。え、ちょっと、ちょっと、ちょっと、それだと食らうんだって言ってたから食らうか、うん、タイミングが遅かった。あと距離じゃない、もしくは距離な、距離、リーチが長いの。そういうことな。で、こいつはおじいさんなんかおばあさんなんかどっちだと思う。おじいちゃんじゃない。おじいちゃん知らんけど、じゃあこっちだ、こっちだ、こっち消えた。一応ダメージは入んや。うん、その距離詰めて大丈夫かな。来た来た、パターン入りました、パターン入りました、やっとパターン入りました、まともにダメージが。よし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 、距離の問題やな。うん、多分そうだね。え、何に近づくんだ。消えるね。一枚取ったら出てくるのか。うん、そういうことやな。絶対遅いと思ったもん。遅い、遅かった。ごめんなさい。え、ちょちょ待って、お前死ぬ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 。それはめっちゃ強いなこいつ。急に強い。回復薬がどんどんなくなる。お、そっちか。
今です。来た、連射いけ。お、こうやってあれやな、さまざまな強さがあるやな。お前急にお前攻撃のいきなり走ってくるパターンはなしです。残念です。あなたの負けです。え、まだかまだだったんですね。あ、でも死んだ結局死んだね。さっきの何やな、今の何やったん。走って寄ってきて倒れて死ぬみたいな。最後ダメージ食らったよ。うん、食らった。回避って出てたもんだって。こっちね。うん？何？徘徊する巫女。徘徊する巫女。いらんくない。三人の徘徊する巫女でよくない。まあまあ多分写真にどんだけ収められるかみたいなのかな。ああ、それでポイントが違うってこと。そうきっとそうじゃない。違う。こっちね。はいはい、レッツゴー。うまだいる。うん、殺された巫女。あ、いや、あのジジイに殺された。目をつぶす男。やっぱりおじいちゃんやったよな。うん、何してんねや。うわ、目ん玉逃げつない腰やん。走って逃げつ。壁がある。落ちていた橋の上に残されたメモ。東洋にはあの夕日が見えていなかった。私だけにしか見えていなかった。だから私だけ行きます。あの夕日は山の中にあります。あの夕日を東洋と一緒に 見れたら。もう完璧におかしくなったもんな。うんうん。で、ここに行けばいいか。境内に向かう遥か。なんかこんなとこあったな。うん、神社の境内に無数の人形が並べてられている。人形を供する神社。雨風になったものってのは、こういう神社ってほんまにあるんやろ。あ、そうなの。あの供養する人形供養のとこあるに。確かに気持ち悪いな。でもこんなにいっぱい、うん、あれ一回なんかこんなのなかったっけ。あったような気がする。でもそれは一番最初らへん。あ、じゃあそのボスになった女の子追いかけたんじゃなかったっけ。この子なんかいる。何これ。人形じゃない、それは。これ人形なの。人形じゃない、ほら。人形なんこれ。人形じゃない。なんか後から動きそうでやだな。なんか帰るときに動きそう。あ、でも大丈夫。倒れ方が人形の倒れ方じゃないんだよな。こうやって、セーブが入りました。ローディング。全然落とせんか。自動ドア。えらいリアルな人形やな。確かにね。何をって言います。下？そっちか。うわぁ、いっぱい人形あります。先生、いよいよなくて。いや、こんなん絶対無理だわ。
入れって言われても無理、うん、プレゼントやで。あ、教科連続滅霊力が溜めてる時に X で使用すること。 X で使用、はいはいはい。で、あ、これで帰れんね。滅滅にしとこう。これか。小さな文字が書かれたメモ、2人で生き残った時からもうずっと最後の1日前のような雰囲気。東洋と過ごす、東洋で会ってんのこれ、分からんすごく仲良くなった。誰にも言えない秘密を2人で共有する後ろめたさが心地よくなってきたのかも。ずっと昔のことを話している。話すうちにいろんなことを思い出した。こんな昔のことを覚えてるんだね。幼稚園の時に最初に描いた絵、一枚の画用紙を東洋と二人で分け合ってお互いの顔を描いたこと、私が東洋の姓を追い抜いたこと、東洋の家が建て替えている間ずっと家に泊まっていたこと、そのことを話していって笑っていたり、卒園式のこと、卒園式の最後に思い出の歌を歌った時、なんとなく東洋の方を見たら東洋もこっちを見ていて手を振って、思い出の歌を歌うたびにあの時に戻りたくなる。最後が本当に目の前に見えてきたから一番良かった瞬間を繰り返え繰り返そうとしてるかもしれない、はい、で、え、そこ扉、ああ、何をしてるんだ。ひな壇を、あ、これひな壇だ。ああ、まあ確かに。あるかさ。これひな壇ない、うん。ほんまや。ひな人形だね。五人林の笛太鼓やな。日本人形も置いてあるひな人形。なあ、頭取れてるよこれ。大丈夫。あ、ほんとだ。ここに何かあると、覗くやで。絶対やばいじゃん。トラップドンみたいな。ひな壇の下に近いと続く階段がある。春木さんはこの下に入っていったのだろう。階段を塞ぐ格子が固く潰されている。開ける方法はないだろうか。絶対やばいじゃん。来るなこれ、うん、なあお前、見つかっちゃった。はい、見つけました。あなたも死ねないの？はあ、死にたくないです。下に行きたいんだ。はい、そうです。死にたいのはわかるけど、じゃあそれまで遊びましょう。いや、拒否します。死にたくございませんので。なーに？これはあなた。はあ、あなたの人形に。はい、人形に。私を探して。おお、どうしたどうした。人形減った。そんなことない。射撃が反応している。何これ。人のようなものが木に吊るされている。この写真の場所に人形も隠されているだろうか。どこに行けばいいんだ。外じゃない。でも外やろな、うん、どっから来たか覚えてる。左ここは、うん、これ今あれやわ、案内人出てこーへん。案内人、あの影、うん、逃げていく子供。うん、あかん。ど
こに行ってんか分からへん。いや、何やって、もです。え、出られへんってこと？ああ、子供が閉じ込められちゃったってことだから、さっきのスクラッチ子供が。え、でもあっから来たよね。あ、そうだったっけ？いや、分からん。でもなんか人形いっぱいあるとこじゃなかった？通ってきた道って。あ、そうやった。それがそこだったっけ？あれ、これまた別の場所やな。うん、なんかあるな、なんかいっぱいあるな。うん、これフィルムやな。うん、なんか落ちたな。なんで落ちた？落ちた、人形落ちたんかな。人形が一体落ちた。調べられる。渡り廊下の床に穴が開けられ、水面が見えている。棚に舐められた人形を流していたのだろうか。なんて罰当たりな供養的なことか。うん、おお、人形供養。人形供養について、人形を川に流す供養について、氷上山に伝わる逸材に沿って行うことにした。この山では古くから山に流れる水を御神体としていたらしく、命はその水から生まれ水へと帰るのだそうだ。社地下にあった洞窟の人骨は全て水の底に横たわっていた。おそらく命を水に返したのだろう。この神社は、なんちゃら川という川を挟むように建てられており、その間には廊下が渡されている。調べてもらったところ、川の底や下流、ね、下流から多くの人形が見つかった。人形に込められた魂たちはこの廊下から川へと返され、供養されていたのかもしれないだそうです。で合ってんのか。道路とは何？なんかいた？敵がいる。敵じゃない？あれ違う？あ、面をかぶった男。儀式的なことかな。ああ。めちゃめちゃ濡れるじゃん。